どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそ。今回はこちらの、白猫プロジェクトをやっています。ということで、始めました、白猫プロジェクトを始めました。で、なんとね、リセマラ4回ぐらいやって、シャルロットを当てました。で、結構やっててランクももうすぐ30にいきます。で、今31ですね。で、熱血冒険家1級なんですけど、まだ結構最近やってて、2日前ぐらいに始めたかな。2日で、ここまで、上げました。で、シャルロットもレベル100までやって、友情覚醒とかもして、限界突破は1回だけやりました。で、今ね、ジュエルが487個あるんで、引きます。いざ立ち上がれ。武器ガチャ10連と、キャラの方11連引きたいと思います。友達とかで、リセマラして、シャルロットを両方持ってる人がいるんで、当てたいと思います。友達がね、最近白猫みんなやってるんで、始めました。行きましょう。11円、グリコ。さあ、来てほしい。あ、このね、リコってやつは持ってます。あとユイってやつも他に持ってます、星4では。さあ、金1、あれ、ない2、やばいぞ。3、4、5、あ、6、あ、7。お、結構金率いいね。いいね。7体金ですね。さあ、1体目。さあ、オーガネですね。オーガ。冒険するアイルーン。わかんないっすね。この出会いに祝福を。おお、星4。おお、いいね。星4いった。あんま分かってないんで、ちょっと後で調べます。さあ、オーガ欲しい。あ、これ結構任せて。いいよ、そう。あ、星3。さあ、しばらく厄介になるよ。オーガーを見えればわかるぞ。この出会いに祝福を。さっきの同じやつ。10連で2体同じのでやつ。あれ、どこへでも。あー、違う。力を貸しましょう。あー、もうラストか。あー、僕は世界一美しい。はい、でもね、レンファってやつが出ました。レンファってやつ2体にいますよね、横に。レンファってやつ出ました。見てみましょう。祝福を。ちょっと調べてみます。ちょっとね、よくわかんないんで、あんまり。白猫、はい、もうこのままこの状態で調べてみます。さあ、強いのか。リセマラランキング的にはシャルロットはもうほんと一番強いぐらいのやつなんですけど、レンファ、あ、結構いい。9.0 点クロスセイバーの中ではなかなかいいですね。いざ立ち上がれ。よし、ということで、じゃあ武器ガチャいきます。武器ガチャはグローリーフェンサーが欲しい。とりあえず、なんか呪われたやつの剣、イベントでやってるやつもなんかシャルロットにすごい使えていいらしいんですけど、とりあえずまだできてないんで、進化とか1回しかしてないんで、グローリーフェンサーが欲しいです。その他星4でも交換できるので、星4まだ、武器3つしか持ってないんで、で、あともう一つ星5のやつがなんか最初にもらえる弱いやつがあるんで、星4ガチャが、武器が2体2個出れば、交換できるんで、2体星4武器2個か、グローリーフェンサー欲しいです。はい、さあ、金。あー、おお、来た。星4、全部金だけど、4が来ない。はぁ、4が来ないですね。厳しい。グローリーフェンサー欲しいですね。じゃあ、あと、どうしよう。じゃあ、キャラ1回引きます。単発で王が出てたんで、友達が一発いきます。金になってくれればこのままでやります。はい、もう一回いきます。マジか、虹のルーンだった。金になってほしい。せめて金で終わりたい。はい、よし、オッケー。ああ、ルーンか。どこへでも音もします。武器ガチャあと20連じゃない、2回いきます。じゃあ単発で、はい。さあ、金。
単発で出るのか。単発の運が全然ないんで。さあ、金。よし、星4。あ、星3ね。ラスト1回。さあ、来るのか。金、金、金、金。あ、銀か。はい。はい、はい、はい、星2で終わるというね、なんともなんか微妙な感じ。まあ、しょうがないでしょう。今回は、こちらね、白猫プロジェクトを始めましたという報告と、武器ガチャ、10連プラス2、キャラからいくか、キャラガチャ10連プラス2回と、武器ガチャ10連プラス2回言ってました。まあ、合計12連、12連みたいな感じですね。はい。皆さんもぜひぜひ、白猫やってない方、初めて見てください。結構僕もハマって結構やってます。はい、ということでね、以上、タミンでした。じゃあね。